琉球藩の院琉球藩は明治初期に現在の沖縄県を治めた藩。藩長は首里城。藩王は第二直し。琉球藩の設置に先立って、日本では全国的2869年の藩籍奉還により、初大名から天皇へ領地と領民の返還。さらに1 8 7 1年の廃藩地県と中央集権化が進んでいた。この時点ではまだ、 琉球王国は、薩摩藩及び、後進の鹿児島県の扶養国であり続けた。明治政府の意向として、この琉球藩都についても、藩籍を奉還さしめ、公民に劣する意図があった。廃藩地県の翌年の明治5年9月14日、琉球国王正体は、明治政府の命により、証券と儀野湾を館朝方慶賀市として、東京に送る。明治天皇により、 正体を琉球藩王に封じ大日本帝国家族に列する、象職を、証券が代理で受ける。天皇より正体に貸金があり、また旧薩摩藩への負債も、明治政府が肩代わりすることとなった。異常により琉球は、旧薩摩藩から、明治政府直轄の支配下となり、琉球藩が設置された。明治政府側にとっては、琉球王国を、 日本の天皇が人ずる藩王が治める琉球藩とするものであり、その意味では琉球国王としての正体はこの時点で廃位されたものと解釈される。また琉球王国の滅亡時点をこの時点とする見方もある。琉球藩王に封ずる明治天皇の象直は単に琉球藩という行政単位の設置にとどまらず明治天皇が正体王を作法し、 天皇と琉球藩を正体との間に、君神関係を設定する意義があるとの解釈がある。これは、薩摩の扶養国とされ江戸のりとして、徳川将軍に経賀士を定期的に送っていた関係とは外交関係の質的に全く異なる。また、琉球藩の外交権は、帝国外務省に移るものとされたが、政体の実態としては、琉球藩設置前とあまり変わらず、 正体と王府進化一門は琉球に君臨し続けた。正体は広告と品の御恩に感謝し、両国を父母の国と仰ぎ立て祭っているとして、日清、両族の現状維持を要請し、清への徴降を続け、中国に対しては王位を名乗り続けた。琉球藩の設置に遡る明治4年11月8日、琉球御用船の船員が、漂着先の台湾で、 台湾原住民、パイワン族に殺害された、いわゆる琉球島民殺害事件が起き、生存者が、明治5年6月7日、新国経由で、覇に帰着するという事件が起きていた。政府は、事件に対し成長に厳重に抗議したが、原住民は、加害の民であるという新庁からの返事があり、これを受け、政府は1874年5月6日より、台湾出兵を行った。 これに、清志側は直ちに抗議し、撤兵を強く求めた。明治政府は、同年9月、和戦を決する権を与えられた大久保利道を全権として、北京に派遣。清志と交渉し、難航の末、清志は、日本の出兵を、危阜と認め、50万両の賠償をすることで、事件は決着した。これは、琉球の貴族問題で、 日本に有利に働くが、清は、琉球の日本貴族を正式に承認したわけでは、なかった。明治政府は、翌1875年、琉球に対して清との作法と朝貢関係の廃止、並びに、明治年号の使用などを命令するが、琉球は、清との朝貢関係を継続する意向を表明。清は、琉球の朝貢禁止に抗議するなど、 外交上の決着はつかなかった。正体はその後も、清氏への徴工を続けたが、1879年、明治政府は正体を東京へ強制的に連行。これにより、明日ともに敗位となり、琉球王国は滅亡した。明治政府は内務官僚、警察隊、熊本賃代文献隊を派遣し、琉球藩を廃止して同年中に沖縄県を設置した。 しかし、旧体制での特権階級だった王族や、士族の清氏への亡命など抗命が相次いだ。宮古島では、県派遣警察に対する在地士族の組織的抵抗が起こり、警官を排除して県に味方した島民を殺害した暴動、三 c 事件も起きたが、警察力で平定された。この日本側の琉球処分に清氏は再三抗議し、 日本による琉球の併合を承認しない立場を明確にし、八重山への出兵をも検討した。対する日本も琉球は元来自国に属するとし、交渉は平行線をたどった。この状況下でアメリカ元大統領ユリシーズ・グラントが仲介となり、1880年北京で日清の交渉が行われた。交渉の席上、日本側の思惑としては、 日清修好条記を期限内改正し中国内での日本人の通商権の追加が最重要課題であり、琉球貴族問題は外交カードの一つに過ぎなかった。そのため、琉球のファントは元来日本に属するものでありながらも、情報案として先島諸島を割上し針領とすることを提示した。しかし清は琉球国を復興することを目論んでおり、 当時ロシアとの領土問題も抱えていたところから、先延ばしを選び、清志側が調印せずに終わった。そのため琉球貴族問題は棚上げとなっていたが、日清戦争における日本の勝利と下関条約の締結により、清は琉球どころか新国の領土であった台湾や宝庫諸島までも割譲させられる。清は朝鮮とともに、 九朝広告への影響力を喪失し、東アジアの伝統的国際秩序であった、作法体制に基づく国際秩序は終焉を迎えた。家族礼発布後、他の元大名との国高の比較からは、直家は伯爵に相当するが、国王に対する敬意により、公爵に除せられ、破格の経済待遇を与えられた。また、文家も男爵に除せられた。以上のように、 琉球王族を大日本帝国の家族に列すると、共に琉球藩が設置されてから沖縄県が設置されるまでの一連の流れを琉球処分という八万九千国。ありがとうございます。